NPO 法人札幌から研究会で、うちの会はですね、カラスの生態を探しに入っていただいて、まあ、共存を目指すのではないです。そして、情報がですね、ソーシャルネットですとか、あとこういった冊子版の、パンフレットなどである、あと私個人で出している本が3冊出てますので、まあ、こういったものを参考にしていただいて、共存できる社会を作りたいと思います。